犬が歩けば棒に当たり、人が歩けば音楽に出会う。あらゆるシーンにまつわる旬な音楽情報をお届け。多角面から人と音楽をつなぐこのコーナー、その名もミュージックコネクション。さあ今回も始まりました、人と音楽をカチッとつなぐこのコーナー、ミュージックコネクションでございます。はい、2016年第一発目ということでございまして、ね、めでたく明けましたけれどもですね。本当よ、明けましておめでとう、ね、よかった、無事に迎えられて2016年。どうなることかと思ったから。まあね、よかったね。 そんなね、おめでたい2016年始まりましたけれども、今回ですね、スペシャルなゲストをですね、お呼びしております。スペシャルですからね。ご紹介いたします。はい、はい、芸能界屈指の頭脳の持ち主、渡辺エンターテインメント所属の東大卒女芸人、石井てるみさんにお越しいただいております。よっ、石井てるみです。よっ、てるみ、よっ、よなんかよっていう、ね、おめでたい感じがしますね。よって、よっといいよって、ね、はい、よろしくお願いいたします。どうですか、石井さん、2016年迎えましたけれども。ね、今年はどういう形で攻めてまいりましょうか。ちょっととりあえず合コン行こうかな。何ですか。いきなりこ う, もうそういう時期なんですよ。時期的に、時期的にね、時期的な、年齢的な、30超えてもう周りがもう一気にラッシュですよ。みんな結婚ラッシュ、結婚&出産みたいな、ね、出産ラッシュで残った友達がもう一斉に合コン行き始めて、はいはいはい、すごい頻度なんですよ。でだから私も誘っていただいたら行くというようにはしてますけども、はい、急に何の話ですかね。目標、合コンに行きたいですね。合コンに行こうと思います。持ち帰られようと思います。あの皆さん持ち帰ってください。リスナーの皆さんね、見かけたら持ち帰ってください。お待ちしてます。はい、まあ、そんなね、はい、あの石井てるみさんでございますけどね。どんなだって感じですけど。まあ、あの東大大学、東京大学附属高大の大学院ですね、はい、卒業なされて、はい、あの世界最強外資系コンサルと言われている、あのマッキンゼーを、やだやだ、マッキンゼーに入社されて、その後渡辺エンターテインメント芸人になるっていう。ちょっと待って、本当に親子ものですよね。どうした優勢だろっていうね。いや、まあ人生いろいろありますよね。まあそうですよね、はい、事故みたいなもんですね。まあ、大体ここに出てる人たちみんな事故起きてるから。人生は2回はね、時代踏んでますね。そうですみんなね、そうですカーブの先見えないですからね、人生。人生見えないですね。ミラーつけといてくれってね、思いますけど、だから楽しいんですけど。確かにね、素晴らしいです、はい、ありがとうございます。まあ、そんな意気持ってるんですけど、はい、トエックがなんとスコアが満点を取るっていうね。あ、久しぶりに聞いた。990点ですよ。いや、それもですね、3年前3年前の暮れに、はいはいはい、長年付き合ってた彼氏に振られたんですよ、私。またその失恋話とか。さやさき悪い感じのね。振られて、いよいよやばいぞとなって、はあ、仕事も全然食えてないし、彼氏も振られたし、振られる、ちょっと TOEIC だけでも、ま、ずっと受けてはいたんですけど、最後受けとこうと思ったら、彼氏を失った代わりに神様が満点をくれたの。わお。全然嬉しくないですよね。全然彼氏いた方がいいですよね。記事より彼氏の方が良かったなっていうところとは思うんですけども、まあ、一応まあ、とりあえず良かったかなと。そう、はい、まあ、そういうね、英語が堪能ということで、結構ね、あのネタはですね、その英語に絡めた、はい、そのネタを結構お持ちなんですよね。そうなんです、今ちょっとあの言いづらいことを英語っぽく言うという。ちょっとタイトルだけで受けていいですか。これ見たくないですか、ちょっと。めっちゃ見たいよ。見たいです、それ。あ、そうです。ちょっとなんかやってもらっちゃったりするんですか。あ、じゃあいいですか、一つ。いいですか、はい、じゃあちょっとジムなんか行った時に言いづらい一言言います。ジムですね、はい、ジムです、はい、ジムのトレーナーさんに言いづらい一言、はい、It's my trainer training his body not in his。 おは難しいですね。It's my trainer training his body not in his。 めちゃくちゃ発音良い形が聞こえないんですけど。けど、まあ、いつまでも取れない贅肉がズボンに乗ってます。すごい笑ってくれる。超嬉しい。それを
英語風に言うと It's my training day because ズバリナイです。めっちゃ笑ってくる。やばいですね、これ気持ちいい。もう一個年中受けてますよ、ね、いやちょっと今年1位のもう一個ぐらいなんだ。ちょっと、じゃあ合コンの自己紹介で言いづらい言葉です。はい、はい、ムーンシャゼイクグラッシュカズンがワーダパンツ。わかんない、わかんない、ゼイクグラッシュカズンがワーダパンツ。パンツ、あ、パンツって言います。パンツだけ分かる。無職実家暮らし母さんが洗ったパンツ。ちょっとこれあの発音のコツみたいのもあの伝授させていただいてるんですけども、はいはいはい、あの洗ったのところはですね、あの英語でたくさんのという意味のアロットオブっていう、アロットって言ってるみたいですね、はい、こうたくさん洗ってもらってるんだよという気持ちを込めて言ってみてください。ムーンシャーチークグラッシュ母さんがアロットこれはこれはすごいですね。嬉しいな、毎回こんな受ければいいのにな。A lot of pants. A lot of pants. A lot of pants. いや、これ使いたい。いや、面白いですね。面白い。これを言うたびにね、言うたびに彼しかできない感じがする。どん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 ね、本当に。逆行してますね、本当ね。人間っていうのは。切なな感じですけれども。はい。でもですね、まあ、こう今時期的にね、こうやってあの、多方面でこう活躍されてるんですけど、あのシーズン的に受験生のですね、そうセンター試験ってあのやっぱご存知ですね、皆さんね、うん、今週末ですね、今週末の土日ですよね、16、17で、ね、そうでやっぱそのてるみさんがそのやっぱ日本でトップのですね、その大学に入学をそのパスするってことはやっぱり何らかのね、そのね、はい、きっかけっていうかその一応当時は勉強して、ね、勉強してやっぱ努力がないとそこには入学できないと思うんですよ。で今回ですね、うん、一応音楽情報コーナーでございますので、はい、そうだコレクションソングをですねてるみさんに1曲お持ちいただきましたので、はい、とりあえずあの聴いていただきましょうかね。はい、では私から紹介させていただきます。はい、アクセスで Smile Generation。 めっちゃ面白い。嬉しい。面白くないですか。面白い。こんなに笑ってもらえるなんて。本当です、うん、もっと星がいいなのいっぱいありますよ。さっきそこでよろしければいいなのいいなの出すか出さないかみたいな。ちょうどいいところで、ちょっと下品かすごい下品かしかないです。今のはちょっと下品じゃない。真ん中はないんですか。ないです。嬉しい、ありがとうございます。どうなんですか、舞台でその行ってからそのフリップっていったの紙を出して今こう言ってました、うん、こうやって発音してくださいみたいなこと言いながら入ってみたいな。そうなんです。いろんなこと考えるね、本当にね。ギリギリでやってきますけど。いいですね。あとなんかヒラリー・クリントンのコスプレしてコントやったりとか、あとセクサンドシティのコスプレしてなんかフリップ漫才やったりとか、まあ、いろいろやってみてはいるんですけど、なかなかね、安心してくださいみたいなヒットにはなかなかできないでしょ。つまんねえな。最高。いや、嬉しいな。最高ですよ。すごいね。ありがとうございます。こういう時にね、やっててよかったなって思いますね。もう本当に全然いいですもん、別にこういう人が全然いいです。あのこうやって目の前の人が笑ってくれるのが一番嬉しいです。これそれで大丈夫、大丈夫、どっちでもいいよ、大丈夫、うん、あのこれを流しちゃっても大丈夫、いいの、大丈夫ですよね。大丈夫だと思います。問題はやばいこと言ってないです。大丈夫だと思います。今完全に大振ってました。大丈夫です、大丈夫だと思います。大丈夫だと思います。もったいないです。大丈夫です。何ですか？時間もったいないからいいよ。I flow ugly in vain。これはちょっと言いづらい一人言です。I flow ugly in vain。今のはお風呂上がりに便利。お風呂上がりに便利。あれこれアウト？アウトです。大丈夫、大丈夫です。お風呂に便利。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 便
何何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 何さっき聞いていただいてます。アクセススマイルジェネレーション。はい。てるめさん、ちょっとこれ何ですか。これこのね曲をピックアップした経緯っていうか動機は何ですか。アクセス、はい、ご存知です。アクセス知ってますよ。大丈夫です。嬉しくて。大丈夫。やっぱすごい知っててすごい好きっていう人と、はい、まあちょっと知らないっていう人にきっぱり分かれるんだけど、アクセス好きって分かった瞬間に超親近感。はい、あ本当に、はい、今で言うと朝倉大輔さん、はいはい、あの結構あの T.M. レボリューションの曲書いてる方、うん、まあそれでも有名ですけど、一気になんかなりましたけどね。その前にやっぱ活動やってあって、あとボーカルの最近バラエティにもよく出てます。ボーカルの高見博之さんという方がめちゃくちゃハンサムで貴公子みたいでハイトーンボイスのなんかめちゃくちゃ人気だったんですよ。92年から1995年まで活動してて、紅白にも出られて、はいはい、私小学生だったんですけどすごいハマって大好きだったんですけど、はい、95年に一度活動を休止すると、はいはいはい、沈黙に入るというなんか短かったんですよね。そうなんです。3年しかあの活動せず、それで休止されたのが、うん、はいはいはい、私子供心にあの一生で1回でいいからライブ行きたかったななんて思ってたんですけど、まあ、ずっと中高時代に聞いてたら、はい、高校3年の秋、はい、それこそ受験勉強のピークの時に、うんうん、次の年2002年に復活することになりましたっていうニュースが飛び込んできて、私塾の廊下で大騒ぎした記憶があるんですけどもなるほど、こんなことあるんだわーみたいな、よっしゃーみたいな、自分の大学受験が終わったと同時にアクセスが復活するんだわーみたいになってその糧に今の曲聴きながら、はい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 、不安抱いた夜こそみたいな僕のこと思い出しみたいな、はいはいはい、僕のこと思い出しって言って、ね、高見るゆきさんが助けてくれるわけじゃないけど、うん、でもその曲をね励みにしながら楽しみにしながらすごい頑張った、そうこれ頑張れたっていうか、頑張れました。これ曲がなかったら東大受かってなかった、受かってなかったですね、はい、聞きましたリサの皆さん、学生の皆さん、受験生の皆さん今すぐアクセス、はい、アクセスにアクセスアクセスにアクセスってことで、はい、聞いてますか今ねバラエティとかにも出てらっしゃって、なんか今ちょっと変なおじさんのキャラみたいになったので、そうですね、ちょっとあんまこういうこと言っちゃいけないのかしら、でもあ、そうなんです、あの日ちょっと最近クイズ番組とか出られてて、そうなんですね、変な顔してますよね。そうなんです、あんな顔は昔しなかったんですよ。だから私ああいう顔ちょっと見たくなくてそういうね、久々に会ったこう同級生に会ったみたいなね、みたいな、なんかそうなんです、うん、なんか昔の王子様のイメージが今も あるんですけども、はい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 、まあ、本当はすごい歌の上手くてかっこいいおじさまみたいな人だったんだよということをここで一応ねお伝えしたいなということで思っております、はい、まあね、ちょっとあの、まあ、受験生の皆さんもちょっとアクセスを聞いていただいて、はい、ぜひねあの石井照美さんのようなね、まあ、あの経歴じゃないですけど、まあ、東大国立目指している方もそうじゃない方もね、うんうんうん、第一志望校をちょっとこう目指していただければ頑張ってくださいと思いますね。石井さん、ここでですね、まだ告知がございますね。はい、はい、いくつかじゃあ、はい、明日なんですけど、1月14日木曜日、はい、事務所渡辺エンターテインメントの事務所ライブ、はい、お笑いライブがあります。ニューカマースペシャル女芸人ナイトという、7時から表参道グラウンドというところで、1100円で、私のちょっと明日はまだどのネタをやるか迷ってるんですけど、さっきの英語のネタかもしれないし、そうですね、あとお風呂上がりベッドインも出るかもしれないし、ね、それは出ないですね、ベッドインお風呂上がりにベッドインも出るかそれは出ないですお風呂上がりにベッドインそれは出ません、はい、ベインは出ませんね、失礼しました、はい、そのネタかどっちからちょっとやるので、もしよかったらぜひ来ていただきたいのと、はい、あと金曜日のあ7時半からテレビ東京、はい、チャージ730という情報番組の、はい、特集コーナーにレポーターとして出演させていただく予定ですので、そちらも良ければ、ね、っていうのと、あと、はい、朝日新聞デジタルでこの間あの取材を受けさせていただいたんですけども、はい、それもそのセンター試験にまつわることをあのお話しさせていただいてまして、私センターの通学の時間に鼻血を出したんですね、はいはいはい、大変だったんですよ、あの、ね、鼻血のしぶきが答案用紙にパーってこう散って汚染答案という扱いを受けて、ね、すごい散々だった記憶があって、そのこととか書かせていただいてますので、あの受験生の方よかったら、はい、あの普段と違うことを絶対にするなというメッセージを書いてますので、はい、あのウェブで石井照美スペース鼻血で出てくると思うのでよかったらご覧ください、はい、はい、お願いします、はい、皆さんね、ぜひあのこの
今日の鮮烈な印象をねちゃんとしっかりしてるみさんで覚えていただいて、ね、ウェブでまた私のフェイスブックページの公開いたしますので、はい、皆さんぜひとも検索していただければと思います。本日のゲストは石井てるみさんと共にお届けいたしました。どうもありがとうございます。